じゃん。こんにちは。はい、と。はい、豊さん、はい。日本シリーズ第5戦まで終わりました。東京ドームが終わったということだね。まあ、今度は外の球場になるんだけど、はい、まあ、それはさておいて、はい、もう大手がかかってるから、今日オリックスは後がない。うん、ね。ということですね。もうこうヤクルトが勝ったらもう日本一と優勝ということが決まる、はい、大事な一戦でね。はい、でじゃあヤクルトのスタメンはどうだったのかっていう、うん、まあほとんどもう変わらない、ほとんどというかもうピッチャーが変わらない、ピッチャーしか変わらないで、高梨っていう情報も流れたんだけども、うん、まあ原樹里で来たというね、蓋を開けてみればそうだね、はい、はい、でオリックスが、まあ、セカンドの足立がちょっと状態が悪いんで、うん、この若い太田を持ってきたというね、はい、まあ、思い切った大胆な起用をしてきた初スタメンということで、うん、それと最大のポイントはピッチャー山本が来るんじゃないかっていうさ、まあ、情報もあったんだけど、はい、まあ、もう後がないだけに山本で止めなきゃいけないのかっていうこともあったんだけども、はい、このシリーズを勝つためには、うん、ここに今日山本を持ってきたんじゃ勝てない、ここをなんとかしのがなきゃいけないということで、うん、山崎をはい、持ってきたよね、サチヤをね、ピッチャーを持ってきたという、だからまあここら辺のその予想っていうのもすごく面白かったんだけどもね、うん、まあとりあえずその山崎でしたって、まあ、6番7番8番あたりが今回は6番7番8番がちょっといじってきてるというか、まあそうだね、倉林選手が7番から6番に上がったりだとか、うん、まあ、ここら辺のそのちょっといじってきたというね、はい、ところはあるなというね、はい、はい、ということでスタメンはこういう風になってました、はい、でピッチャー今日はどうだったか、立ち上がりから、うんうん、で原樹立ち上がりまず低めに制球をすごくされてて、はい、逆球は多かったんだけども、はい、すごくこうボールの高さですごく抑えられてたかなという、いいピッチングになってたかなっていうような、低めにということですか、そう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 、はい、で一方山崎福也の方、はい、まあ、立ち上がりすごく良かった、うん、まあ、落ち着いてたね、もう大手がかかってるからさ、はい、もう開き直るしかないのかなっていう、彼本来のゆったりしたフォームで、うん、ピッチングフォームと球のギャップをうまく出してたという、だからゆっくり投げてそうだけどボールはピュッといってるというさ、なるほどなるほど、そこら辺のギャップをうまく出せてたかなという、それはもう打者にとってはやっぱり打ちにくいというところですか、力んでくれてボールが来ない方が打ちやすい、うん、でも、はい、力まないでゆっくりしたフォームでピュッとボールが来るから、うん、そのなんかこうフォームとボールの質のギャップをうまく生み出してたね、うん、だから特徴を失わないで2人とも投げてたかな、だから非常に前半戦からまあゲームは多少動くんだけども、はい、ピッチャーの不安はそんなになかったよね、うん、もう6回以降なんだよ、俺はね、やっぱ中継ぎ系統に出た時に、はい、やっぱこう動きがこう大きくなってくるかなという、もうこの日本シリーズは大体そんな感じに来てますか、まあ、そうだね、はい、まあ、ちょっと振り返っていきたいんだけども、はい、まあ、2回、まあ、サンタナがねフォアボール、はい、やっぱフォアボールがね点になるんだよ、やっぱポイントですね、ポイントだね、でフォアボールの後の初球、中村が福也、うん、の大きなカーブ、はい、これね、なかなかね、初球からね、あのカーブに手を出す人っていないんだけど、うん、それをレフト前に打つんだよね、そしたらサンタナが激走、素晴らしい走塁、はい、それを見せてくれて、ノーアウト1、3塁を作った、うん、その後にオスナがゲッツーを打つんだけども、だけど、先取点を取れたという、だからね、もったいないという印象よりも、やっぱり1点を先取できたという方がすごくこれは大きかったよね、もう印象としてはもうそのサンタナ選手の激走がこの1点を生んだという、うん、そう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 、ね、だからやっぱりヤクルトはこのシリーズ素晴らしい走塁も目立つよね、うん、4回、はい、まず表4回表、はい、これねノーアウトから福田が出るんだ、内安打で、うん、で宗の時に初球多分エンドランだと思うんだけど、うん、胸が空振りして盗塁がアウトになっちゃうんだよ、あで胸もその後レフトフライかなんかで倒れて、うん、2アウトランナーなしから、うん、吉田が、2ベース、うん、杉本がセンター前で同点に追いつくという、はい、もうこの青山コンビ、そうそうそう、この3山はやっぱ強烈やなと思いながら、はい、で同点になった、はい、で昨日の動画を見てほしいんだけどさ、うん、一番のポイントは追いついたとか、うん、点を取ったあといかに抑えるか、それがもう昨日の総まとめというかポイントということで、うん、ポイントだったよね、得点の後の守備ということが一番ポイントでしたね、
そう、うん、それで村上がホームラン。はい、もうなんか一発で。そうだね、また1点返してしまう。村上もね、決して状態的には良くないんだけども、うん、やっぱ流した時にやっぱボールの角度が上がるね、うん、だから芯で捉えたらホームランになるという。引っ張ってくれるとちょっとゴロが多くなるんだけど、村上はやっぱこう左ピッチャー外しかないということでうまーく打ち返してたね。まあそれでまた勝ち越されたと。で6回、うん、これねオスナーのエラーにはなってんだけどさ、はい、ツーアウトからね。だけどまあ吉田も一生懸命走ってたしさ、うん、エラーっていうのはかわいそうだなってオスナーの、うん、だけど一塁になった。で杉本がやっぱこう今日は3本打つんだけども、レフト前に打つ、うん、ここでピッチャースイッチするんだ田口に、はい、T 岡田を迎えた時に、はい、左の田口投手、はい、うん、で T 岡田がタイムリーを打つんだよね、はい、でその後のこれなんで1点しか取れなかったかというとさ、うん、これね分かるんだよ。これ T 岡田が放つライト前に、はい、田口からね。で吉田はこれ当然このヒットで、うん、まあ、ホームを狙う、はい、で杉本は三塁を狙う、はい、で T 岡田はやっぱ吉田が足が悪いということで自分がおとりになるんだよね。そうです、ね、これおとりっていうのは、はい、サンタナがカットマンのオスナに投げてきた。そしたらやっぱこっちを殺しに岡田を殺しに行くんだよ、はい、T 岡田を、まあ、吉田は間に合わないということで、うんうん、だからホームに間に合わないと思ったら T 岡田もファーストでやっぱ止まっとかないかんね。じゃないとツーアウトだから流れがもうそれで切れて1点しか取れないんだよ。だ相手が苦しまないんだよ、うん、だからここら辺は本当におとりになっていい時かおとりになっちゃダメな打球なのか、ここら辺をやっぱしっかり後の2戦、まあ、2戦あるかあと1戦なのかわからないけども、はい、やっぱ見極めないと攻撃の流れが切れてしまうということだよね。なるほど、もう本当に細かなことになってますよね。そうそう、もう細かなことなんだよね、うん、もうね、はい、それで6回この裏どうなったか、なんとかなんとかなんとか得点の後はしのぎたいところで、うん、6回ね2アウトから村上が3塁打を打つの、うん、サンタナを避けたような状態だったんだよね、はい、で中村、はい、ここで吉田亮を持ってきた。ちょっとやられたよね、うん、あのオスナにね、はい、これはね、まあ、インサイドを意識させながらスライダーで最後打ち取るんだけど、はい、中村もスライダーっていう頭がありながらちょっと打ち損じてしまったね、うん、で前半はいい、ちょっと説明しておくけど前半はオリックスがちょっと迷ってたんだよね、うん、こう点を同点取った、またもうすぐホームラン打たれる、はい、流れが悪いんだよ。で5回にも山崎幸也にツーアウトから打席が回ってくるんだけど、うん、用意してないんだよ、はい、でおそらくランナーがいたらここで変えようとしてたんだよね、うんうん、だからなんかここら辺まではオリックスがすごく迷ってたんだよ。だけど6回に同点になって田口がやられる、うん、はい、そっからねヤクルトが迷い出すんだよ。1試合の中ですごくねきっかけで迷いが出てくるというね、うん、で7回6回の裏は抑えて6回の裏は抑えたから、はい、ね、あこれはもう流れをオリックスが掴んだぞと思ったら2点を取る、うん、初スタメンの太田タイムリーって、はい、ね、紅林が出て太田が伏見が送り太田がタイムリー2点を取ると、はい、こういうふうになんか太田はラッキーボーイになりそうな感じも、うん、予感がするような、なるほど、まあ今日2本ヒット打つんだけど、うん、だけどなんかそんな感じがしてきたんだよね。うん、で8回にも1点を取る。これでもじり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 こう離されていってるでしょ、はい、ここら辺までで2点差なんだよね、うん、でここの3点差の失い方、うん、これがねランナー1塁紅林がいて伏見がね左中間に長打を打つんだよ。だけどその時にねエアポケットに入ってたのか、ランナー1塁だと外野の守備ってどうすればいいんだっていうさ基本が抜けてるんだよ。うん、普通の定位置に守ってるんだよ、じゃなくて後ろに守らないと、うん、一挙にこう紅林が回ってくる、うん、それで1点を失う。これ外野がねちょっと下がっておけばクッションよく取ってカットマネし返してたら、まあ、2、3塁だったと思うんだよね、うんうん、だからここら辺のねちょっと初歩的なことがこうなんていうのボーっとしてるというか負けてるとね、うんうんうん、だからここら辺はもう少しね繊細にやった方がいいなっていう、あ
その1点を失うというね、はい、またここもすごく細かなことで、そう細かなことなんだけどさ、はい、そういう失点を防いでいかないと、ね、やっぱもうロースコアになるから、うん、これからはね、うん、6戦もし7戦までいったらロースコアで戦わなきゃいけないから、はい、そういう細かいことも必要だということ、はい、でここで8回、まあ、西球からホームラン、ヒギンスでもね、ヤクルトのバッターはね、ボール球にね、このシリーズ見てると手出さない、よーく我慢ができてる。で塩見、青木という風にフォアボール取った。山田が入るんだけど、うん、打席にね、山田が状態が悪いって言われながら、そうですね、はい、でも昨日の試合見てる感じでは、うんうん、すごく感じは良くなってきてるんだよね、うん、その中で初球ボールとか、うん、3-1になったんだよ、ボール3-1ストライクというカウントになったら、うん、はい、やっぱりヒギンスとすればさ、やっぱ3人歩かせるわけにいかない、だからストライクは絶対取らなきゃいけない状況に自分で追い込んじゃってるんだよね、はい、その中でチェンジアップも投げるんだけども、うん、山田が読んでるわ、うん、冷静にそれを見事に仕留めたね。もう感動した、あのホームランには、うん、もうオリックスとしたら呆然だよ、うん、がっくりだよ。で替え時ももうちょっとピッチャー、間違ってるしね、うん、それで9回、ジョーンズのホームラン、マクガフが来るとは思ってなかったんだよ、うん、俺はなんか清水で来るかなと思った、はい、延長も考えて。なるほど。でもやっぱ9回にマクガフが用意してるんだよね、やっぱ抑えのピッチャーだから、うん、これがちょっと間違えたなと思ったのが、延長12回まであるんだよ、はい、この試合は、はい、だから9回に別に出さなくてもいいんだよ。なるほど。同点だし、うん、でもここら辺の勝負のあやっていうのが、マクガフが行く、ジョーンズが行く、やっぱね外国人同士って間が合うんだよね、やっぱり、うん、ちょっとねやっぱ投げ方も違うんだよ日本人と、うん、よく言われるのが 1-2-3 で投げるのが日本人、うん、1-2-3で投げるのが外国人と言われてるの、はい、でジョーンズがやっぱボール2からまっすぐ来る、やっぱ読みもぴったしだよね、うん、外国人のピッチャーはやっぱ歩かすことが一番嫌がるから、うん、一番ストライクが取れるまっすぐで取りに行くっていうことも考えての読みなんだよね、うん、だからここのホームラン、まあ見事だけどね、打ったジョーンズはね、さすがと思うんだけどさ、ポンと打ってるような、そうなんかあパンと払ったような感じで入ってしまうというさ、はい、第5戦が終わって、うん、まあ3勝2敗、まあオリックスが2勝、ヤクルトが3勝、まだ王手がかかってる状態だけども、ホットモット神戸球場が移る、あったかそうな球場、名前を聞いただけだ、はい、名前はね、でも寒い、うん、まあちょっと天気予報調べたら7度ぐらいに下がるんじゃないかっていう、ちょっとねここ最近冷えてるので、そう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 、それと人工芝とか屋根あり球場じゃなくなる、うんね、天然芝で内野に芝もある、寒いで、ピッチャーはやっぱりこうローテーションのエースが投げてくる、うん、エース2番って言って投げてくる、うん、そうなってくるとロースコアになる、これはね守備はプレッシャーかかるよ。これは特にどちらのチームに有利とかっていうことは、いややっぱりねオリックスは慣れてるそこの球場で、うんうん、でもヤクルトは慣れてないね、普段もね使う球場ではないので、うんうんうん、でもヤクルトとオリックスじゃ守備がじゃあどっちがうまいかって言ったら、ヤクルトの方がまだ若干うまい、だけど慣れはオリックスの方がある、というところだともう本当にどちらか分かんない感じですかね。またね、うん、明日はね、明日の動画は6戦7戦をどう戦えばいいかっていう動画も上げたいと思うけども、うん、いやー今日の試合も本当にいい試合だったね、うん、もう今の5戦までの戦いを見ていて、うん、あこちらが有利こちらがどうっていうのが、うん、あまりちょっとはっきり言えないような状況が来てますよ ね、まあ、だね、ただね俺が再三言ってたのはオリックスの中嶋監督は少し迷いがあるって言ってたよね、はい、でヤクルトは高津監督は打つ手打つ手が当たってきてたんだ、うん、だけど、まあ、5回を境ぐらいに中嶋監督のまあ代打ジョーンズだとかもそうだし、うん、当たってきてるんだよね手打つ手が、はい、でもね高津監督の打つ手がそれは負けた時はそうかもわからないけども外れ出してきてるんだよ、だからこれが怖いね、うん、大手がかかっていて試合終盤ちょっとなんかこう焦りとか、うん、早く決めたいみたいな気持ちが出たとかそういったことは特にはないんでしょうか、そういったところでは多分ないと思うけども、うん、ちょっとやっぱこう中継ぎも
みんなこうなんていうの覚えてきてるし、うん、慣れてきてるし、うん、ヤクルトのピッチャーにね、はい、オリックスが。それとバッティングの状態がオリックスは下位打線が打てなかった、うん、まあ、上位は、まあ、ある程度活躍してたけども、だけどオリックスの下位打線も太田を入れたことによって、うん、なんかこうちょっと流れが変わってきてる、一つポイントのようなところが。そうそうそう。で逆にヤクルトの方は少し低調になってきてるよね、うん、上位打線はいいけど、あ、下位の方がですね、うん、だからちょっと逆転現象になってきてるぞとだからここら辺でやっぱこう何をじゃあヤクルトはしなきゃいけないかって言ったらミスをしないこと、うん、ヤクルトは、はい、ヤクルトはエラーが点になってる、うん、オリックスはフォアボールが点になってる、うん、まあここら辺両チームの特徴が出てるから、うん、そこら辺を気をつけてほしいなというふうに思いました。はい、今日1日置いて、はい、ね、場所をまた移して、はい、どのようになるのでしょうか、ね、まあ、はい、おそらく明日移動して、はい、練習すると思うけどもね、うん、要チェックだよあの球場はね、うん、はい、ということでした、はい。